どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画井口坂始めていきたいと思います。はい、今回はトト予想をやっていきたいと思うんですが、対象となるのはですね、今週水曜日に行われる J リーグの試合なんですが、今回はですねトトゴール3しかありません。トトもミニトトも、ないのでトトゴール3の、予想をやっていきたいと思います。以前ねトトと並行してトトゴール3の予想もやったんですが、全く当たらなかったというところで、まあ、トトゴール3も非常に難しいんですが、まあまあ今回トトゴール3だけなんでね、ちょっと集中して考えていきたいと思います。こちらですね、対象となっているカードはこちらでございます。まあ、以前も言いましたけどトトゴールはですね、ゴール数を予想するというふうになっております。0、1、2、3とありまして、0点以下だ0点だったら0、1ゴールだったら1、2ゴールだったら2、3ゴール決めたら、3ゴール以上だったら3ということですね。なので4択になるので、まあ通常のトトだとね、1、0、2を予想してましたが、これは0、1、2、3まであるので、まあそこら辺も難しいところでもありますし、まあ6、6クラブのゴール数を予想する、その試合のゴール数を予想するというものですね。で、今回、この、6チームが対象となってまして、その横に例によっていつも通り現在の順位とですね、でその横赤と青でさらに数字書いてあると思うんですけど、赤が現在今シーズンのゴール数です。そのチームのゴール数で、こっちの青、その隣ですね、こちらの青は、失点数、ゴール数と失点数が書いてあります。まあ、この辺もちょっと参考にしながら予想していきたいと思います。で、まあ、何度も言ってるんですけど、ポイントとしましては、まあ、この6チームと言ってますけど、3試合です。FC 東京対大分、神戸対セレッソ大阪、横浜 F ・マリノス対清水。この3試合なので、要はこの1と2、3と4、5と6は対戦するということなので、まあ、そこも一つ要素ですね。まあ、ゴール数だけじゃなく失点数も書いてあるということは、まあ、相手ありきですから、もちろん。うん、まあ、言ったら勝敗も予想しなきゃいけないというところもあるんですけど、まあ、ダブルとかも使ってね予想していきたいと思います。まずは FC 東京いきましょうか。現在3位ということで、前節は引き分けてしまったんですが、まあ、上位にいるチームですね。それと大分との試合です。まあ、こういった感じでやっていきましょうかね。試合ごと見てた方がいいでしょう。大分が13位、ですね。で FC 東京はゴール数が今30、まあね、上位にいるだけあってかなり決めております。そして失点が21、大分は得点17の失点24、ちょっと得点ゴール数少ないかなというところが目立ちますね。大分はかなりちょっと得点力不足みたいなところもあるんですが、さあ、これでどうなるかですね。でなんかまあ、データとか見てみると FC 東京の方はですね、0点だった、1ゴールも決められなかった試合が2回、1ゴールだった試合、1得点だった試合が5回、2得点だった試合が5回、3得点以上が5回となってますんで、まあ、うん、完封負けみたいなことはあんまりないかなというようなデータなんですよ、データ的にはね。で大分は、0ゴール0得点だったのが5回、1得点が6回、2得点が4回、3得点以上は1回しかないというような、一応データはありますが、そうですね、まあその辺を加味していきつつ、 FC 東京の0とか、まあ大分がね今ちょっと調子が上がってきてるんで非常に難しいんですが、一回ここは大分の3ゴールとかは考えないようにしてもいいかもしれませんね。ちょっとなんか薄いな、あ違う、これ違うな、予想するペンの色違ったな。もうこれでやろう。こんな感じでちょっとしときましょうかね。まあひとまず、こういった予想にしてみました。 FC 東京が2、大分が0というふうにしてみました。まあ FC 東京はね、ここで負けるわけにはいかないので、まあしっかり攻めてくるでしょうし、ホームですしね、2ゴール奪うんじゃないかなと。まあ大分もね、攻撃陣こう勢い出てきてるんでね、非常に難しいところであるんですが、まあ、今回は0、 FC 東京の守備に抑えられるんじゃないかなというような予想にしてみました。
どうでしょうか。続いてが、3と4、神戸とセレッソ大阪の試合ですね。神戸が現在11位、セレッソ大阪が2位ということで、セレッソ大阪はもう上位争いしております。神戸の方がですね、ゴール数が26、失点が29、ちょっと失点が多いですね。そしてセレッソ大阪はゴール数25、そして失点が14と、まあこの動画でも言ってきたとは思うんですが、とにかく守備が固い、セレッソ大阪という感じですかね。まあ神戸は、まあゴールはね、そこそこ上げてるんですが、失点も多いというところが特徴じゃないでしょうか。で、さっきも見たねデータで言いますと、神戸の方が今シーズンは1ゴールも上げられなかった試合が3回、1得点が5回、2得点が6回、3得点以上が3回ということですね。そしてセレッソ大阪は、0得点が3回、1得点が3回、2得点が8回、3得点以上が2回ということで、まあ、2得点がちょっと多いなというところと、セレッソ大阪無失点試合が7回もありますから、まあとにかく守備は硬いので、そこら辺をねこう合わせて考えると、まあ神戸の攻撃陣がいいとはいえ、そんなにね、ゴールできないんじゃないかなというところですよね。ここも非常に難しいとこですが、薄いなペン、しかももうなんで、どれこれか、でも今更変えるのもな、ちょっとこれで切るかな。まあこういう時の方が当たったりするからな。無理やりなこじつけですが、こんな感じにしてみました。神戸1ゴール、セレッソ2ゴール、まあ、セレッソ大阪の勝利というところの予想で、こういった感じにしてみましたが、どうでしょうかね。ちょっとこの辺もねダブルとか使って熱くいきたいとこですね。まあ、セレッソ守備強いんですけど、神戸もね攻撃陣、まあ、揃ってますからね。ただセレッソは負けられないところですから、まあ、関西ダービー熱い試合になることは間違いないでしょう。続きましてが横浜 F ・マリノス対清水、5と6ですね。横浜 F ・マリノスが現在10位、清水が18位、清水エスパルス最下位に転落してしまいましたね。横浜 F ・マリノス得点が31、失点も31、清水は得点21、失点が37と、まあ下位にいるチームなんで、どうしてもねそういう感じになってしまうんですが、ちょっと失点多いかなと、いうところですね。横浜 F ・マリノスは、まあ、10位なんですが、ゴール数は多いですよね。2位のセレッソより圧倒的に多いわけですから、まあ攻撃的なチームなので、それが反映されてるかなというところで、データで見ますと、横浜 F ・マリノスは0得点だった試合が2回、1得点出した試合が8回、2得点が1回、3得点以上が6回と、まあ乱打戦に、ね、なるイメージ結構あるかもしれませんね、横浜 F ・マリノスの方だと。そして清水はですね、0得点が3回、1得点が9回、2得点が1回、3得点以上が3回という風になっております。まあね、最下位にちょっと沈んでるチームなので、0ゴールだった試合3回、そして1得点しか挙げられなかった試合が9回と、そこが多いかなというところですね。ここもまあ難しいところではあるんですが、そうですね、ちょっと横浜 F ・マリノスが、まあ、失点もねやっぱり多いんですよ。ハイプレスでディフェンスラインをこう高く設定してますんで、そういう意味ではそういった試合になる可能性は結構ありますね。ちょっとこんな感じしてみようか。いや難しいな。ということで書いてみました。横浜 F ・マリノスが3得点以上決めるんじゃないかと、清水は1ゴールというふうにしてみましたが、さあちょっとここからダブル使いましょう。どれくらい使うかっていうところもあるんですが、ちょっとね厚めにしていきたいですね、これはさすがに。非常に難しいとこではあるんですが、これむずいな。ちょっとはい、パパッとやってみました。3つ使いました。その辺も踏まえて振り返っていきたいと思います。まず1番は FC 東京は今節2得点上げるんじゃないかと、そして大分、ここダブルを使いまして0と、
0得点と1、0と1を塗りました。続いて神戸が、ここもダブルを使って0と1、セレッソ大阪が2、横浜 F マリノスは2と3、ここもダブル使いましたね。そして清水は1という風にしてみました。まあ、トトゴール全然ね、ほんとやったことないんで、ちょっと予想の仕方も慣れないし難しいんですが、まあこんな感じでダブルとかね、使えるときは、余裕があるときは使ってですね、予想してみてはいかがでしょうか。ちょっと皆さんの予想とかね、その辺も教えていただけたらなという風に思っております。まあ、今回はちょっとデータの方もね、この紹介しながらの動画という風になりましたが、どうだったでしょうか。まあ、いつもなんとなく見てね、頭に入れてだらだら喋りながら予想してるんですが、まあ、今回試合数というかね、予想する部分が少ないので、そういったこともやってみました。相変わらずギリギリの投稿になって申し訳ないんですが、皆さんぜひね、トトゴール3も挑戦してみてください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。